ラグビーね、はい、ラグビーももちろん身長やってますね、はい、もうラグビーは日本人の生活の一部になりましたよ、うん、完全にあさってねみんなラグビーの話ばっかりしてるんですよラグビーもうおーってなんかあったりしたら全然知らないラグビーの話にいつの間にかルール詳しいルールが分かんないもうあの本屋行くとねラグビーのね、はい、あの雑誌がたくさん並んでますしね、はいはい、僕はラグビーマガジンちゃんと撮ってんだから前から、ね、前からはいなるほどそれからあのルールブックもですねあちゃんといろいろ出てますよねあはい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 で僕はあのものすごい初級編っていうのを買ってましたよあなるほどこれだけ最低で知ってればいいっていうのなるほどとかね、はいはいはい、もうちょっと詳しいのも買いましたけど、はいはいラグビーのルールも結構複雑ですよねラグビーは相当複雑ですよ、うんしかも結構変わるらしいんですよね蹴ってねあそうあの掴んで走り出したりとか蹴ってワンバウンドで和田君のルール理解はこの手で蹴って掴んで走り出したいやいやいや蹴ってワンバウンドで出た時と、うん、蹴って同じ蹴っても相手のボールになったり、はい、自分の方のボールだったりとか毎回違うじゃないですかあらあら区別が分かんないですよね分かりづらいです分かんないあとジャッカルやる時も、ね、そうそうなんか球を離さないようにこう上から押さえつけるんでしょうけど、うん、あれもなんかそうそう難しいんだよ上から行っちゃいけないみたいななんかあるじゃないですかそうなんですよ、はい、でもジャッカルっていう言葉は覚えたんだねジャッカルなんて昔なかったんですよ僕、うん、大学時代からラグビー割と見に行ってた高校で体育の時間ラグビーあったんですよ、うん、そうだからまあ一応スクラムとかああいうのは一応、うん、基礎的なことやったんですけど、うん、ルールがどんどん変わっていってるじゃないですか、ね、で僕は見てた昔見てた時から、うん、ある時びっくりしたのは、うん、ラインアウトが出す時に押さえてこう人上げるじゃないですか、うんうん、あれ前はなかった時に、ね、急に何年かぶりにテレビ見た時に、うんうんうん、やすげえジャンプ力って一瞬思いましたからねそうそう、うん、なんだこれはとで最近はあと蹴ってパスするのも増えてきたりとか、ね、やっぱちょっと1年2年ぐらい見ない間にちょっと変わってたりするんですよねあれびっくりしました蹴ってパスの、はい、最近ですよね大成功しましたね、はい、あの時、はいうん、どんどんラグビー進化してるんですよねで進化なのかどうかは知らないですけど、まあまあ進化かどうかわかんないですけどね、はい、でもまああれだけ盛り上がったんだからな、はい、本当はあの土曜日のあの中止になったやつもなんか後からやればいいと思うんだけどやらないんだねああいうのねあれはあの和田龍翔さんとかはすごい批判してましたね日曜日にやればよかったのにな、はい、日曜日できたんだからなあと地域をもうずらして、うん、その九州でやるとか、うんそうそうそういうふうにしてでもその1ヶ月半で長い期間で台風が来る地域なんだから、うん、それぐらいのオプションは用意しとけと、うんまあ、客がまああんまり来れないとかね、はい、あってもまあやるのはやった方がよかったねテレビでね放映もできるわけですしそうそう、うん、やっぱ準備してきた選手たちがそうそう、うん、やっぱ1試合でも多くしたいんだろうなというのは本当に思いました ね、うんはい、文春はあの、うん、ラグビー桜の選手15の秘話っていうあの15人のですね、はい、いろんなエピソード集ですね、はい、これはこれでまあ、知ってるのもあるけど知らないのもあってまあ面白いですよねそうですね、うん福岡選手っていうのはすごい、はい、勉強できたんだねそうですね福岡高校医者になろうとしてトップクラスはいでお父さんが司会だからね、はい、幼稚園の運動会で走っても2位と半周差をつけていました、はい、幼稚園時代から速かった速いんだよ 50m5.8 秒だからね速、ね、いんだよね、はい、でピアノがうまくてですね、うんお姉さんについてピアノ教師言ってるピアノは小4の時に九州山口区のコンクールで最優秀賞を取るほどの腕前で高校生になったらラグビーで、県下に知られるようになってですね、はいまあ勉強はよくできてもうこれ終わったら医者になる勉強するって言ってるんだからね、はいうん、大変な文武両道というかさ、はい、できる人なんだねちょっとインタビュー見てても真面目だなこの人っていうのは思いましたね、まあ、そうだねあと田村キックの田村、はい、これは中学でサッカー部そうですねだからキックがね、はい、監督吉岡監督ユーはラグビー初心者でパスもキックも最初はできなかったあいつがスコットランド戦に招待してくれて試合当日に昨日は応援ありがとうございまして電話してきたと、うん、陽気なやんちゃ坊でよく叱られたユーも成長したねと南アフリカ戦も勝ちますからと自信を持っていて頼もしい男です、はい
あんなその40メートル、はい、よく入るなと思いますよね。すごいですよ ね考えてもね結構あれでさ、はい、なんか失敗し蹴り損なったとか今ないのかねぶちゃぶちゃぶちゃってそうゴルゴルっていっちゃったとかさゴルフのシャンプーみたいなやつねチョロッとぐしゃぐしゃぐしゃって足ないですね、はい、足だけ蹴っちゃったとかね、はいはい確かに、ね、すごいよあのサッカーの PK だとあるんですよね、うん、あるよねあるよねあれはすごいよなだけどな、はいうん、結構難しい角度からも入れてますからね、うん今はい、そうなんだよあのドレッドヘアの堀江翔太、はい、あれなんだとこれはキャラクター付けに奥さんに勧められて始めた、はいうん、家で奥さんや子供に5時間かけて編んでもらうすごいですねすごいんだよ、はいでもあれ正解ですね目立ちますし、まあ、目立つよね、はい、堀江の母校は島本高校元ラグビー部監督の天野博之氏が苦笑する田野先生からあの頭どないなっとんねんって連絡が来ました、うん、会った時に聞いたらちょっと目立とうというだけでそんなに意味はないですよ言ってましたとまあ目立つよ確かにそう、うんスコットランド戦で初トライを奪った稲垣啓太、はい、これはすごい、ね、笑わない男生まれた時は3900グラム3歳4歳で40キロくらいになってるすげえすごいよ小学校高学年くらいお母さんが吐き切れてんだよ大きい子だなって牛乳を水代わりに1日1リットルくらい飲んでいて唐揚げとカレーライスが大好物上に2人男の子がいて朝からお米を8合炊いていましたってやばい、ね、朝から8合大変だよ186センチ115キロ小学校の時に写真撮ったらすごい違和感のある一人だけ先生と一緒に撮ってるみたいな感じで友達と撮ってるのもそういう写真ですよねそうだな松島幸太郎はですね、ジンバブエ人で経済ジャーナリストの父中学の頃に留学した南アフリカでラグビーを始めた、うん、とにかくステップがキレキレでタックルされても倒れない対戦した選手は目の前から松島が消えたと話していました、はいうん松島もすごい走りですよね。すごいよね。松島はすごいなと思いますね。うん、あれ、あのディフェンスもやりますしね。そうそう。よく食べるんだよ。うん、府中市の蕎麦屋すず屋の店長。練習があるときは週に3日か4日朝食を食べにやってきます。注文するのは980円の生姜焼き定食だが、選手には特別に野菜大盛り生姜焼きも。400グラムの豚肉で作りますが、それも10分くらいで食べきってしまう。ちゃんとあの、はい、ごちそうさまでしたと礼儀正しい少年です、はい。前回のワールドカップでもね、活躍してて、うん、そうですね。これで松島幸太郎って名前なんだってびっくりしました。うん、そうだよね。まあいいけどね。そう。そう。でもすごい選手です。そう。高校時代にね、はい、リーチマイケル、はい、高校時代あのホームステイした。はい家のお母さん来た時は178センチの75キロくらいでしたかね、はい、俺と同じくらい、はい、75キロないけど、はい、だからあんまり違わなかったんだけど、うん、でとにかく肉体改造が始まってですね、はい、放課後にはタイヤ引きをやったり毎晩バターを塗った食パンを8枚食べたり、うん、毎晩バターを塗った食パンを8枚食べたり俺はすごいよね体作らないとうん度重なる怪我で体中にボルトが入っているという、うん、リーチのね偉いんだよ今は日本への恩返しを胸に、はい、後輩の育成にも力を注いでいる、うん、日本のラグビーのために見込みがあるような若い選手をモンゴルから留学生として受け入れるプログラムを始めています、うん、来春にはその第1号が札幌山手高校にからのね、はい、母校に入学予定です、はい、友美さん妻はの友美さんは東海大時代の同級生で元バレーボール選手日本語を教えてほしいとリーチが勇気を出して声をかけたことをきっかけに付き合い始め5年間の交際を経て結婚友美さんはですねリーチのためにマッサージを猛勉強したと、はい、偉いですね大事なところでタックル決めますからねそうだ ね盛り上がりますよ、うん、トンガ出身のバル・アサエリ・アイは来日して15年目で念願の WHO 初出場14年に日本へ帰化して元テニス選手の妻アイリさんっていうのかな、はい、から名前を一時もらったと埼玉工業大学時代にはバイトをしていた白菜農家の三友光恵さんが振り方そうそう白菜農家でバイトしたって有名ですね、はいうん、毎年1月から3月にかけて白菜の収穫作業のアルバイトをお願いしていました
1ケースに20キロ以上白菜が入っていましたが、彼は一度に5、6ケース持ち上げてトラックに積んでいた。バイト代はトンガへ仕送りしていた優しい子です、うん、身のために前線で体を張り付いた。スコットランド戦で負傷した韓国出身の、グ・ジ・ウォン、はい、途中交代した際に見せた悔し涙に多くの日本人がもらい泣きした。あ、感動しましたね。ちょっと、はい、彼は122キロとチームで一番重量があり、最前線でスクラムを組んでいますが、縁の下の力持ちで真面目な人から撲殺のキャラクターがファンに愛されています。韓国ラグビーはあんまり盛んじゃないからな。はい、そうですね、うん、お父さんもラガーなんだろう。そうですね、うん、この中島イシレリでしょ。トンガの松本ひとしって言われてる。トンガの松本ひとしと呼ばれてる。陽気でのんびりした性格で大学学士のメンバーに選ばれても日程を把握しておらず、ちゃんと参加するか必勝意はヒヤヒヤするとか、沖縄合宿で豚の確認にはまってしまい、宿泊先のビュッフェから持ち出して隠れて食べていた。15年妻の理恵さんとの結婚を機に日本へ帰化し、うん、現在は神戸製鋼所属のため千葉にいる家族とは離れ離れに暮らし、チーム最小の165センチ流れ大豊か、流れ大と、はい、高校大学とキャプテンでまさにチームのまとめ役。ちっちゃいんだよね、はい、高校時代に指導者からお前は日本代表になれると言われて、自室の天井に日本代表になると書いた紙を貼り、目に焼き付けて寝ていました。3人兄弟の末っ子だった流れは小さい頃から負けん気が強かった。真ん中の兄大輔氏によれば、子供の頃は一番上の兄とマリオカートやスマッシュブラザーズをやって負けたら泣いていました。地元の友達は大が落ち着きがなくわがままで勉強嫌いだったと知っているので、立派になって信じられないと口を揃えています。それぞれドラマがあるな。そうですね、うん、ディフェンスリーダーを担う中村亮と、名前はラグビー好きの父がラグビーをやるなら土に濡れまみれて泥臭くという願いを込めてつけたと、亮、はい、を取って、亮、はい、という字に土って、うん、指導した鹿児島実業高ラグビー部の富田正弘監督、父親が巨人の星の星一徹みたいな人で、台風の日にも家の周りを走らせる富田のですが、人が休んでいる時にやるんだと強くなったとはなったのは父親のサポートのおかげでしょう。そうですね、後方を守る最後の砦で山中良平、東海大行政高時代にはファンタジスタと呼ばれた逸材で、ノールックパスなどのトリッキーなプレーも得意。早大大学中に日本代表に選ばれた。これはですね、早大時代の同級生だった吉谷五郎氏が明かす。入寮する日に茶髪にパーマできて、当時4年生だった五郎丸に呼び出されていました。その日のうちに黒く染めてストレートパーマをかけさせられていました、ね。11年 WHI の代表入りも見えていたが、ヒゲの育毛剤に含まれていた成分が原因でドーピング検査に引っかかってしまったんです。2年間の選手資格停止処分となり、所属の神戸製鋼も退団しました。失意にあふれていた山中を支えたのが吉谷氏だった。パソコンを使えるようになりたいというので一緒に選んであげました。古武術の本を勧めるとよほど気に入ったのか、著者のセミナーに行ってツーショット写真を送ってくれましたね。だからこれが今度代表に選ばれたんだ。まあ良かったですね、はい、これ。そうですね、ヒゲの育毛剤でドーピングに引っかかっちゃうってちょっと困るね。しかしヒゲの育毛剤ってあるんですね。ヒゲが男っぽくしたかったのかね。ビーチマイケルみたいにするつもりだったんですかね。だけどそうで、しかしヒゲの育毛剤に含まれていたってことが分かったら、はい、うんうん、許してやってもいいんじゃないこれ、うん。じゃでもそれを利用してなんかやるとしてたってみんなが言い出したらになっちゃうんで、はい、やっぱこれはそうですね。なんかもう普通に薬も飲めないらしいですもんね。ああ、そうだね、ドーピングのよく調べないとね、あれがあるから、はい、これなかなか面白かったですよ。